海上自衛隊もが、味方が注目を集める中、対機雷戦闘での新たな領域へと踏み込んだ戦略を持っているのをご存知でしょうか。今回は、このもが味方護衛艦が目指す水上戦闘艦とは、どのような護衛艦なのかを詳しく見ていきますね。一番は、消費と化で最も優れてる。2022年12月には、海上自衛隊では、最新鋭の護衛艦にあたるもが、味方の、能代が就役を迎える予定であり、同艦級としては、これで、3隻目の艦艇となり、他にも、4番艦から、7番艦も、すでに、寄港に着手済みとなっている。現時点でもが味方護衛艦は、総数で、22隻の建造が行われることが見込まれており、その運用期間も40年という歳月が想定されているため、少なくとも2060年頃までは海上自衛隊の中で最多の数の同型艦を持つことになるのだろう。もが味方護衛艦を一別した場合の初見の感想は、ステルス性を追求したゆえの非常に凹凸の少ないのっぺりとした、全体のデザインが印象的な、軍艦としては、近未来感の漂う、その見た目のインパクトが、非常に強いと思われる。主兵装の砲塔部分にまで、カバーをかけたアメリカ海軍のズムウォルト級ミサイル駆逐艦ほど得意ではないかもしれないが、もが、味方護衛艦は、従来の艦艇の艦橋部に、多数見られた複数のアンテナ類等の配置が、ほとんど確認できない。もが、味方護衛艦は、艦橋部の後方に設けられた、4角錐型のマストの壁面に必要なレーダーセンサ類が埋め込まれた形状をしており、その上に、ボール状の大きなアンテナが起立した、一度目撃すれば忘れられないデザインだ。この形状からもが味方護衛艦は、ヨーロッパに伝わる紙銃のユニコーン、一角銃に例えられるケースも増加しているようで、マスト上部にそびえるアンテナを、その一本の角に見立てた言えて、妙な形容がなされている。ちなみに、ユニコーンは、伝承によれば、馬のような見た目の体の紙銃であり、その頭部に、一本の長い角を持つとされているが、大きさ自体は、様々で、人間よりはるかに巨大なものから、小型なものまで存在している。これが、現実の馬程度の大きさの紙銃として、ユニコーンが認識されるようになったのは、19世紀のフランスの小説家による作品中での描写がきっかけであり、白い体に長く立派な角を持つイメージで描かれたことに由来する。もが味方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m。全幅が 16.3m、深さが 9.0m の艦隊に、コダグ方式の7万馬力を発生する機関部を搭載し、最大速力は30ノットを発揮する。例えば、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型であれば、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0m。全幅が 21.03m、深さ 12.0m の大きさであり、も、が、味方の約2倍の排水量である。マヤ型護衛艦は、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型護衛艦は、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦など、海上自衛隊特有のアルファベットによる、艦種記号が存在しているが、も、が味方は、これが、FFM という、新規のものが冠されている。も、が味方の FFM とは、他国の海軍では、多くの場合、フリゲート艦に分類される規模であることを FF で表し、M は、マルチパーパス、多機能、及び、マイン、機雷を指し、同艦が備える艦艇としての特性を表現したものとなっている。護衛艦としてのもが味方は、他国から見れば、
駆逐艦サイズのこれまでの汎用護衛艦、DD より小型でコンパクトな船体を採用し、機能的には、対機雷戦戦いまでを想定し、その敷設から排除まで、両方の工程に対応する艦艇である。が、身型護衛艦のこうした特性は、2014年度から2018年度の、いわゆる26期中期、防衛力整備計画の策定時に、構想が行われ、平成26年度、2014年度、版の防衛白書においては、新たな護衛艦として、建造を行うことが示唆されていた。続く2019年度から、2023年度の、いわゆる31期中期、防衛力整備計画では、さらにもが身型の建造は具体化し、その中では、新型護衛艦と謳われ、2018年度の予算で、実際の建造の承認が行われ、以後は、海上自衛隊内では、30FFM と呼称されることとなった。こうした流れを経てもが、身型護衛艦は建造されたが、実際には、大本は2005年度まで遡り、その時点では、アメリカ海軍が沿岸警備に用いていた LCS、沿海域戦闘艦をイメージした新型の艦艇が模索されていたという。しかし、その線で検討を重ねた結果、求める装備や性能を多少妥協したとしても、大幅なコスト増が予期される結果となり、大きな括りでは、高速性能を取り下げ、従来艦と同等の30ノットほどの速力に落とすことで、コストの低減を図った。さらに、こうして、大枠のコンセプトがまとめられたもが身型護衛艦は、実際に建造を請け負う造船事業者側が、どのような艦艇を作れるのかを提案する形式で進められ、これまでに、海上自衛隊の艦艇の建造実績を持つ3社が、これに参加した。この3社は、ジャパンマリンユナイテッド社、現、三菱重工マリタイムシステムズ社、三菱重工業者であり、2017年8月には、三菱重工業者の案が採用されることが決定し、時点であった現、三菱重工マリタイムシステムズ社と、2社で建造を担うこととなった。が身型護衛艦は、海上自衛隊内では、30FFM と称されたことは前述した通りだが、これは、2015年の研究時に、基準排水量で3000トン規模が打ち出されていたことに由来するが、実際には、30% 増の3900トンにまで大型化した。またもが、身型護衛艦は、消費とかにも対応し、この大きさに比して、わずか90名での運用が可能なように設計されているが、これに伴い、従来まで、橋艦と一般の乗組員とは、別の場所で食事を行っていたものを、一箇所の食堂に統合している。が、身型護衛艦は兵装として、対艦攻撃用には、62口径の 127mm、単装砲1機、4連装の17式艦対艦誘導弾を2機、また、国産の RWS、遠隔操作型の艦艇用機関銃火、2機を備え、127mm、単装砲は、対空攻撃にも対応している。が、身型護衛艦は、専用の対空兵装としては、RIM-116 ミサイルシステム1機を搭載しており、必要最低限度の固艦防空能力は、これを用いることで確保していると言えるが、小型艦ゆえに、艦隊防空を担うことは困難であろう。またもが、身型護衛艦は、16セルのマーク 41VLS、垂直発射艦を、搭載可能な設計が施されているが、ここで運用するミサイルの選定に、時間を要するとして、12隻分の当該装備の予算は確保されているが、実装は今後に回されている。FFM というもが、
身型護衛艦に与えられた艦首記号が示すように、同艦は、対機雷戦闘を念頭に置いている点が特徴であり、これは、従来は、もっと小型の掃海艇が担っていた、役割を代替しようとする、野心的で新たな取り組みである。身型護衛艦は、機雷の敷設と除去を一隻で完結することを可能としており、南西諸島の島嶼部の海域における、今後の水陸両用任務を担う艦艇として期待され、具体的には、中国艦艇の接近阻止と敵の海上封鎖を阻止する意図を持つ。その意味で、ハモガ身型護衛艦は、艦艇同士の戦闘というよりも、非対称戦を強く意識した艦艇であると考えられ、今後の海上自衛隊の島嶼部における戦術、作戦を体現する存在だということができるだろう。前述した、いわゆる31期中期、防衛力整備計画やその上の防衛計画の対抗では、も、が、身型護衛艦は、掃海艇とともに、新たな2個群を編成させ、これまでの護衛艦による、4個群の部隊とは異なる構成で運用されることが期とされている。そもそも、第二次世界大戦の終結以降、正規の海軍艦艇同士の戦闘は、フォークランド戦争くらいしか正規したことはないが、増強を続ける中国海軍に対し、いかなる対抗手段を日本が取るべきか、選択が迫られていると言えよう。